こんばんは。9月6日日曜日、三度だよりのお時間です。台風の影響もあり、昨日今日とやはり雨がすごいですね。昨日雨が弱まったのを見計らって買い物へ出て、必要なものだけさっと選んで帰ったのですが、数十分後玄関の音で出てきてみると、お泊まりのお客様がずぶ濡れで立っていました。帰るタイミングでちょうど降られてしまったようで、両手の荷物やお召し物までしっとりと濡れていて、慌てて拭くものをお渡ししましたが、それだけでは間に合いそうにありませんでしたから、お風呂をご案内しておきました。残暑も続いているとはいえ、体を冷やしていいことはありませんからね。お風呂に浸かって体を温めると血の巡りが良くなり、低気圧に伴う不調も軽くなることがあるようです。小生も恥ずかしながら長いこと偏頭痛に悩まされているので、今夜はゆっくりお風呂に浸かりたいと思います。台風の前日などから散歩などで体を動かしたり、意識的に深く息を吸ってみたりすると、いざ台風がやってきた時に楽になるとも聞いたことがありますから、試してみてもいいかもしれませんね。すでに台風の影響が出ている地域もあるかと思います。皆さんのご無事と安らかな睡眠が保たれますように。それでは今宵も素敵な夜を。三度葉月でした。